では、次の人自己紹介をしてくれ。はい。出席番号3110番、斉藤書家。僕の悩みは、よく男の子に間違われることです。これでも僕、ちゃんと女の子です。僕って、変かな。はい。ということで、今日ちょっと真面目にやった。と思わない？え、まあまあみたいな。何それ。はい、ということで今日のオープニングアクトは、おくっこな女の子でした。送ってくれたのは、シュカリネームマリシュカさんからのリクエストでした。ありがとうございます。はい、ということでね、ぼくっこ。ぼくっこいいよね。こう、アニメとかにもよくぼくっこって出てきますけど、ぼくっこね、燃えるよね。わかる。私は好きだよ、ぼくっこ。でも自分は別にぼくっこではなかったから、私の一人称は、あたしだから、ずっと。ちょっと、くっつかれちゃった。朝からいろいろとさ、何？あ、イラストもいただいてるの？見して。おぉ。すごい。すごいよ。なんかさ、こういう人いない？なんか。ウケる。お腹痛い。すごい。あ、ちゃんとね、マリフィコちゃんね。しかもこれをね、ちゃんと忘れてないから、すごいよ。多分初回から見てるでしょ、マリシカちゃん。ちゃんと見てますよ、このリスナーは。ありがとうございます。あれだもんね、イベントにも来てましたからね。私覚えてますよ、ちゃんと。ありがとうございます。で、びっくりした。カンペ出されるのかと思った。ということで、オープニングキャラクターで演じてほしいものは、ハッシュタグ、シュカリコと、サイト、アンダーバーショカ、アットアベマ .tv まで募集をしております。そしてですね、あ、間違えた。飛ばすんでした。あ、もう来ちゃった。オープニング終わっちゃう。一番早い。あ、じゃあ最近会ったこと言おうかな。最近、いや、夏といえば映画ですよ。もうさっきからね、もう夏だから、私映画をもう2本見てて、見たい映画たくさんあって、トイストーリー4を見たし、あと天気の子を見て、天気の子をね、ずっとネタバレをしようとしてるんだけどね、もうずっと喋んなってすごい言われてんの、圧をかけられてて。でも天気の子を見た方がいいし、でもトイストーリーをね、方を本当に私はね、おすすめしたいと思ってる。あれは大人向け、マジで。結構なんか普通に見ててポロリしたからね、私。あの涙をね、涙をポロリしたの、本当に。私映画でさ、絶対なんかさ、見たいじゃない、食べたいのが、絶対ポテトとホットドッグは絶対食べて、飲み物はカラスだって、カルピスかメロンソーダって絶対決めて。あ、てか私映画、この間すっごいショックなことがあって、なんか天気の子を初日に、なんかその日が確かお休みだったの、確か初日公開された時が。で、お休みで、で寝てたわけよ。で、あ、で、なんか今日暇だし、なんか見に行こうかなと思って、ネットでこうチケットをね、寝起きでね、こうやってたわけよ、チケットを予約して。で、行くじゃん。で、発行するじゃん。で、行きますよ。で、着きますよ、会場に。で、席に行きます。人がいるの。え、なんでいんのと思って、あの、すいません、ここは私この席なんですけど、したらその人と同じ券持ってたの。でもなんか時間帯見たら、その人のは12時で、私のは12時5分だったのね。で、えっと思ったら日付が違かったの。日曜日の私チケット持ってて、日曜日のチケットを発行してたわけよ。もうびっくり。私もうポテトとホットドッグとさ、ジュースめっちゃ持ってんの。もうさ、本当に死ぬほどさ、もう嫌で。もう私超楽しみだったの、天気の子初日に見るのが。で、やって休みだしと思ったらさ、日曜日のやつなの。でも日曜日私上海行ってたからさ、見に行けないじゃん。なんかもうチケットぐしゃぐしゃにやって捨てたよね、普通に。もうちょっとにショックすぎて。でもちゃんと見れましたから、ついこの間ね、天気の子。皆さん、だから、あの、寝起きでチケット予約するのは本当にやめた方がいいと思う。なんで日曜日だったんだ、私ちゃんと確認したんだけどな。でもそれでも入れちゃったっていうのがね、結構私的にはそこは結構なんかダメじゃないと思ったけど、みんなのだからあんま多分見てないだと思う、そこら辺は。でもすごい、それはショックでした。映画の席はどの辺で見る？私端っこ、あの、通路の端、一番端っこがいい。で、なるべく隣に人がいない席を選ぶ。なんか隣にさ、人いられんのすごい嫌なの。映画見てる時に話し声とかさ、なんかたまに聞こえるじゃん、友達と来てる人で。マジ喋んなよって思うの。終わってから喋ってほしくて、ああいうのって。だってさ、一番最初にさ、注意事項でさ、おしゃべりやめましょうって言ってんじゃん。なんで喋んの、ああいう人たちって。何なの。え、すごいなんかケミオみたい、この喋り方。びっくりした。あ、スクリーンがあってってこと？こういう見方でいいんですよね。
まあ席がいっぱいあって、え、これ席事情言わないとダメ？嫌なんだけど、まあ別にいいけどさ。すっごい今映画の話してる時、あのケミオさんっているじゃないですか、すっごいケミオみたいだった、びっくりした自分で。なんかこうあって絶対こうさいっぱいあるでしょ、え、これわかるかな、まあここに席あるじゃん、あの ここがあの入り口入るとこじゃないですか、でここにあのよく通路あるじゃないですか、だいたい私なんか ここら辺とかちっちゃ見えるここら辺とかによく座ってますね。だ多分ここら辺になんか私みたいな似た人がいたら多分それは私だと思いますけど、だいたい本当にもう人が隣にいない席にする。でなんか端っこにする理由はそのなんかすいませんとか言って席に座るのがすごい嫌なの。なんかそこでコミュニケーション取りたくないから、だからあえて私は端っこに絶対座る。一番後ろっていうわけでもないんだよね、本当になんか中間ぐらいな、なんか本当のなんか通路の端っこに絶対座るっていうのをやってますね。ということで、あの僕これからシュカリごと見るけど一緒に見る？見てくれるの？僕すっごく嬉しい。な、何それ。はい、こんにちは。ちょっとびっくりしてる今、ごめんね。ねえ先生、だーれだ。シュカちゃんでした。はい、ということでシュカギリ、はい、前回出題したシュカギリのテーマがこちらです。夏休み中に担任の先生から今すぐ学校に来なさい、何があったでしたね。ということで早速皆さんの回答を見ていきたいと思います。何これ、ジン暗種か推し、え、銀か。もうあの感覚で私読んじゃうからさ、銀だった、銀暗種か推し。はい、先生、シュカさん、あなたソロデビューしたの？学校の許可もなしにダメじゃない。校長、今後も頑張るように、今回は特別だぞ、君は学校のアイドルだからな。すごいね、先生と校長のこの差ね。でも校長先生の言うこと信じるよ、だったら。うわ、でもさ、なんかこういうなんかこういうなんか先生いるよね、たまに。ダメじゃないとかっていう先生、二つは。メガネ、大体メガネかける。女の先生でしょ、こういうの。大体メガネかけて、ちょっとなんかあの前髪結構なんか分け目ある先生でしょ。すげえわかるわ。なんかそういう先生大体いるから。はい、じゃあ次。大輔。いきなりなんか差がもう普通になっちゃった。大輔さんからいただきました、ありがとうございます。しぶしぶ学校行ってみたら担任行ってみただけ、わら、しゅか、は。すげえムカつく。呼ぶなよそんなの、行ってみただけ、わら、うぜえ。しかもそのシュカハっていうのさ、すごい私言いそうだからちょっと怖いよね。はめっちゃ言いそうだもん、何それつって、呼ぶなよとかめっちゃ言いそうだもん。あうざこの先生。でも仲良くなりそう。はい、では続いて小牧さん、確か小牧さんだった、これ小牧さんからいただきました、ありがとうございます。夏休み前に教科書を持ち帰るのがめんどくさくて、こっそり教室のベランダに隠していたのがバレた。うえ、これさ、教室のさベランダにさ、もしさ隠してたらさ、雨とか降ったらさ大変じゃない、教科書めっちゃ濡れちゃうじゃん。私全然持ち帰んなかったよね。めんどくさいもんだと思うしさ。でも中学の時はもう本当にもうダメで、それがもうなんか置き、なんだっけ、置き弁だっけ、置き弁しちゃダメみたいな、もうなんでか分かんなくない、だって重いんだもん。夏休みとかだってどうせ勉強しないじゃん、夏休みになってもさ、宿題いっぱい出せるけど、そんな答え見ればいいだけでさ、もう本当に嫌すぎて。でもなんかしぶしぶ持って帰ったのは覚えてる、中学の時めんどくせえなと思って。で途中からなんか本当にめんどくさくて 重すぎたからチャリを途中まで乗って置いといて、でチャリで帰るっていうことをよくしてましたけどね。いやまあチャリ通ではないんですけど。大丈夫、あのそういう人いっぱいいた、私の周りには。みんなするするするよね普通に。じゃあ次行こう。ムタリュウさんからいただきました、どういう名前なんでムタリュウって。まあいいか。はい、おいシュカ野球しようぜ。いやさ、もうサザエさん。やめて本当に。
サザエさんだから。もうさ、うちのさ番組でさ、いろんなさそのさアニメのさ作品出すのさやめてよ本当に。全然出てないんだから本当。もうって本当クレーム来ちゃうから、私もう無理だよ、何も言えないから、私じゃないですって言うから。え、遠い目しないよチュータアット主館長さんからいただきました、ありがとうございます。誰や先生の机にバッタ入れたんいいねいいね、バッタ。しかもバッタっていうとこがまたいいよね、ちょっとなんか古臭い感じ。ちょ、絶対田舎じゃんバッタとかいるのって。だって都会いないでしょバッタなんて。私都会でバッタ見たことないよ普通に。埼玉バンバンいるよバッタいいな。え、バッタ、バッタぐらいだったら多分いけた気がする。私なんかね、触れる虫と触れない虫がいるんだよね。多分バッタは平気。でも先生の机にはまあ入れたことはないよ、さすがに。それはそれはない、それはないよ本当に本当に。うわ、これいいね、先生の机にバッタ入れたん。しかも関西人っていうのっていうね。シャーザムさんからいただきました、すごい名前だね。はい、ちょっと待ってください、なんで私の LINE 電話に先生かけられるんですか。確かに、うわゾッとする、夏だね夏だねゾッとするね、ゾッとする話だね、夏だねえ、確かに、うわーめちゃめちゃ嫌じゃん。でも私高校生の英語の先生とはメアド交換してる。なんかたまに先生からねメール来る、最近頑張ってるわねって。その先生すごい好きだった、ともちゃんっていうなんだけど、すげー好きだった。じゃあ次、 Yo ソロー、あたしかんちゃさん、わかんない、 You ソローかもしんないけど、まあいいや。3階の踊り場の鏡に女の子が映るんだよ、助けてシューベイ先生。もう本当にさ、もうさダメだってもうダメだって、もう最近いやないなって思ってたの、なんか本当になんかそういうのないなって思ったけど、ダメだ、アニメ作品もう多いって本当に。いや怖い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 。もうじゃあ次行きましょう次グレイさんからいただきました、ありがとうございます。娘と初プールに行くため女子生徒全員を呼び出して娘の水着を選ぶクラス会議が開かれた。え、なんかちょっとほっこりしない？え、よくない？だって娘とさ初めてプール行くっていうためにさ水着選ぶのがさこうさちょっと億劫になってさ、それをさクラス会議でさ選ぶっていう、なんかそれだったら行く私。もう行く行く、先生のためになんか頑張っちゃうかもしんない。こっちの方が可愛いよとか言って言っちゃうな。え、ちょっとなんか温まったわ、ほっとしたほっとな。いやもうほら、さっきゾワッとしたからさ、ゾワッとして今ほっとな感じになったから。じゃあ続いてキクロンさんからいただきました、ありがとうございます。先生が自分の頭のバーコードを読み取ってどこにつながるかやってほしかった。うわー、これなんかさ小学生とかでなんかありそうだよね。なんか私のやっぱ小学校5年生の時もの先生もさ、やっぱちょっとバーコード的な紙だったからさ、結構ね読み取る系っていうのでいじられてたよね、やっぱ小学生の時だけど。そうピッって言って、あいつのあのバーコードでなんかスーパーで買い物できんじゃねーとか言って、ちょ本当に良くない小学生だと思うんですけどでも多分誰もが通る道ですやんそれってわかんないけど、はい続いてワタフーさん、あれワタフーさんってなんか前も読んだよね。ワタフーさんからいただきました、先生髪の色を虹色に染めてみました。それで呼び出したの？まさか呼び出すなよそんなんで。すごいもうね見えてんの。じゃあちょ可愛いよ虹色になってて。てかさ私より上手くないこの絵私より絵のレベル超えないでよこれ。ちょっとこれ可愛いね。ラインスタンプとかねめちゃめちゃありそうじゃん。すげー、いやこの女の子可愛いな。いいね、100点満点あげたいと思います。これはなんかイラスト賞だね。これ可愛い、なにこの口の描き方。パクロー今度真似しよう。じゃあ続いてランマイさんからいただきました、ランマイ。先生の耳先生の耳掃除をする約束の日だと。いや全然嫌だ本当に。だからそんな約束しないでよダメだから本当に。やだ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 。じゃなんかいろんなことを今想像したらすごい嫌だった。うわ嫌だわ、耳の掃除をする
そんな日ある？絶対さ、なんかクラス女子全員さ、いろんな約束してんじゃん。なんか君はこれで、君はこれでって。うわー、キモいわー。肩揉んでもらう？全然やだ。揉め？逆に揉め。はい、続いて Can do アットシュカンチュさんからいただきます。100均100均じきじきからヌースンドバイクで走り出した23の夜、やめてよやめてよ。盗んだバイクはしてませんし、まあ23の夜なんですけど、やめてよ本当に。まあそれで呼び出されたって言ったら、もうそれはしょうがないよ。呼び出されて、それもうさ、先生に呼び出されるっていうか、もう それってさ、警察に呼び出されるよね普通に。窃盗だからマジで危ねえ。キャンドゥやるな。じゃあ続いてシャミさんからいただきました。ありがとうございます。おー長いね。もしもし斉藤先生、今ミリオネアに出て、すごい、ミリオネアって久しぶりに聞いた。1円に挑戦してるんだけど、それで電話してきていいわけ？時間ないから問題言うぞ。今すぐ学校に来なさい。で、デビューしたアーティストはあ、プツブーブーブーでした。1円って電話していいの？問題はそこよ。ミリオネアってすごい久しぶりに言ったんだけど、懐かしいね。なんか最近ラジオでさ、よくさ懐かしい単語が出てくるじゃん。フルーチェとかさ、すごいなんか楽しい気分になる私、そういうの。なんか昔の単語聞くとなんか楽しいわ。ミリオネアってなんか懐かしい、楽しい今なんでだし。ササパンさんからいただきました。どういう名前なんだろう、まあいいや。はい、先生、実はね、君のお母さんと再婚することになったんだ。今日からはパパと呼んでくれ。マジでやだ、気まず。本当にだって夏でさ、せっかくなんかエンジョイしようと思ったら、まさかのお母さんと再婚してさ、秋になったらさ、パパがさ学校にいるわけでしょ。全然嫌なんだけど。しかもなんかもうちょっと選んでほしくない？お母さん、バッコートの先生ってもうちょっと選んでほしいけど、私的には。いや絶対嫌だけどね。てか電話じゃなくて直接言えし、これ大事なことじゃん。やだわ。はい、続いてラスト、はい、沼津のエンド、あと主幹事さんからいただきました。ありがとうございます。じわるはい、どうぞ。先生、お前に会いたかったんだよ、女生徒。嘘、長っ。何、いきなり教師の告白に戸惑う私、いけない恋、分かってるのに胸のときめきを抑えられない。どうしたらいいの？教師と生徒の禁断のストーリー第1話、芽生えてしまった恋心。投げんだわ、やばいやばいやばい。もうない？じゃん。あっ、うまっ、すげえ。なにこれ、めっちゃ可愛くなってんじゃん。先生髪増えてる。もざもざじゃん。先生かっこいい。これだったら禁断の恋しても全然ありだよね。いいじゃん。なんかもう、いやもうときめき抑えられないよこんなんだったら。嘘でしょ、何これ。なんかこれをテーマにさ、沼津の遠藤はさ漫画を描いてよ私に。それをさ見してよ。そうそう、第1話だから終わらせないと。もうだって第1話作っちゃったんだから、お前はもうやったんだよ。だからちゃんとやれよ最後までやってくれよ。いいね、イラスト賞いっぱいあるよ。あ、なんかしかも会いたかったの、会いたのとか修正器使ってるグリグリグリってなってる。もうトゥンクとか書いてあるしね、すごいよ本当に。じゃあここからこの選んでいきたいと思う。あのこの2人はあのイラスト賞です、100点満点です。ありがとうございます。何出た、アテレコ風。先生もやんないといけないの？お前に会いたかったんだよ。嘘、トゥンク。なんでいいのしかもだって先生、私がやるのも違うでしょ。じゃあ最優秀賞決めようか。ではということで、本日の主限り最優秀賞は、主限りネームランマイさん、先生の耳掃除をする約束の日だったに決まりました。まあ、おめでとうだけなんですけど、おめでとうございます。これはもう単純に嫌だ。なんで耳のさ掃除をな、約束、まあ、てか約束してる時点でちょっとおかしな話だよね
めちゃめちゃ嫌じゃん普通に考えて。なんか今回はこれに決めましたということで、それでは次回の鹿切りのお題もここで発表したいと思います。一気に絵のレベルが落ちたっていう次回はこちらです。甲子園の応援、私が叫んだらなんとホームラン、なんと言ったですね。もうちょっとなんか申し訳ないくらいに絵のレベルが本当に落ちてしまったっていうのがちょっと悲しい事情なんですけどね。ちょっとまあ書けなくてですね、ホームランとかよくわかんなくて、なのでこちらでお願いします。まあなんで甲子園かと言いますと、もう夏ですし、夏休み入ったじゃないですか。夏だし今甲子園やってますし、予選、今予選、もうちょっとでもう決勝始まりますとかなるので、私はね、あの中学校高校とかもうずっと甲子園見てて、なんかわかんないけど野球好きで、ルールは知らないんだけど野球が好きだったから、まあ、今回 もう夏なのでね、ちょっと甲子園で行きたいと思います。大喜利のテーマじゃない投稿はハッシュタグ鹿切りでお願いします。なかなか可愛い顔してますよこの子も。あ、いいねいいね、こんにちはって、これこっち見て、こっちこんにちはって、こんにちはって、そう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 、いいね。リンゴ硬くて潰せない。はい、続いての企画はこちらです。なんかもう、またあのさっきからここの外がすごくてじわじわ来ちゃう。シュカット疑問も解決。このコーナーはリスナーの皆さんから届いた私斉藤シュカに対する疑問を独断と偏見でシュカット解決するコーナーでございます。それでは早速いつも行きましょう。お、今日綺麗じゃん。この間めっちゃもうぐっちゃぐちゃだったからもうよかったよ。春のはじめさんからいただきました。疑問、いつか来るかもしれない斉藤シカさんと握手会に添えて、備えて斉藤さんの握力が知りたいです。リンゴ握り潰せますか？潰せねえよ何、リンゴあんの？なんでさ、そういうなんかさとかは用意すんのねえ、なんで？いや無理だから、もう食べ物粗末にしてほしくないだって無理だもん、ほらもう全力だよこれが私の。あ、なんかさ握力測定とかってないの？ないわけ？あ、ない、そんなの、そういうのは用意してない。リンゴは用意したと。やだ。え、じゃあ行くよ。え、両手でいいの？片手？片手かよ。いや、できないってこれ何の時間本当に一生懸命あの結果できませんでした。あの食べ物はダメですよ、粗末にしちゃできません。なんでやらしたの？いけないよ女の子ですから。 70kg 必要？あ、リンゴ潰すのに？マジやばいじゃん。じゃあ本当にリンゴ潰せる人ってすごいね。なんか男の人とかでなんか筋肉もりもりマッチョの人とかさ、よく潰してるとかあるじゃん。あれすごいなと思うけど、まあ私はできません。多分そんなないんじゃない、握力わかんないけど。に、え、どんぐらいだったんだろう、小学校中学校とか忘れちゃったな。まあいいや、次行こう。どういう疑問ですか続いて、食べ物食べよう主観中、疑問寄り目ってできますかね。これさ、アメーバくんだよアイコンえ、これスタッフ投稿違うえ、びっくりした。寄り目できるよ、寄り目ほら。うわー、気持ち悪い。え、見てなかったの今？なんでよ、二度もやらせないで。寄り目ほら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 、うわー気持ち悪い。寄り目って、え、見てた？だけもうおしまいです。いや、もうみんな見てるからもう一回じゃないんだよ。何そのバラエティー的な感じの、お願いお願いお願いじゃないよ。じゃあラストね、ラスト。ほら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 、え、できてるでしょ、あれ。できてる、できてるここもうやだよ。いや、いいよ、できてるって言ってたから。でも気持ち悪くなっちゃう、もう寄り目すると。え、こっち無理だよ、そんな歌舞伎的なことできないって私いや、できんできん、こっちできんって。3、2、1
だってこっちでこうやってやんないとできないもん。でもできないできない、あれ本当に歌舞伎の人って本当すごいよね。じゃあ続いてさ、あの疑問って本当にマジであのどうでもいいことが来るからさ、シュカシュこんにちは、こんにちは、あシュカリネームトシアットシュカンチュさんからいただきました、シュカシュこんにちは、こんにちは、シュカシュに聞いてみたいことは耳たぶの長さが何センチあるか聞いてみたいです。何よ。ちなみに僕は家族や友達にみんなに言われるくらい耳たぶ全くないです。全くないってどういうこと。なんかこれ絶対もう また測るの。もう最近測る系多くない。もうさ私のさいろんなサイズがさ分かって、またこれ痛いやつじゃないの。こうねえなんでよ。まあなんでこの武漢とかが持ってるこのやつ痛いやつ、これやだって。うわ怖え。耳たぶってここからここのサイズってことでしょ。うわ怖え。これ一人でできないよ。うわ。これでできてる。どこ、こっから、こっから、どっから、もちした、ここ、ここ、見て見て見て、カンペで書いて何センチ。私目悪くて見えない。早く、何の時間これ。できた、あ見えない。ちょっとずれた。はい、何センチ。怖い怖い、早く早く。うわ怖え、このこれなんでこれなのよ。 1.5 センチ。ちっちゃいのか大きいのかが全然わかんないんだけど、いや他の方はみたいな感じでやらせないよなんか。でも私耳ちっちゃいって言われるんだよね。すごいすごい言われる、それは。だから多分ちっちゃいんだと思う。でも耳たぶはちゃんと あるから、この人とは違うから。まあまあ、もうこの目じゃやだ、絶対怪我する、いくつか。はい続いて、まだある、ラスト、これでこれでラストね。なんかどんどん私の体のさサイズとかさバレていくじゃん、やだよ。足のサイズとかだけでよくない。はいラスト、もっちゅんさんからいただきました。しかしこんばんは。最近アルバムにつく店舗特典情報やフリーライブなどのソロ活動の情報更新が多くて8月が待ち遠しい今日この頃です。音符、フリーライブには参加させていただこうと思ってますか。ありがとう。ライブのタイトル8401のタイトルにはどんな思いが込められているのかぜひ教えてください。あこれ私フリーライブの MC の時に答え合わせしようと思ってるので秘密です。そう、私これ絶対 MC だって、 MC でこれ言わないと絶対ダメじゃん。だからこうちょっとあの秘密です、これは。今日は答え合わせしません。8月16日来てくれた方が分かると思います。みんなもこの8401についてこう考えてみてください。いろいろと考察してみてください。はい、ということで疑問おしまいね、もうこれで。はい、ということで、はい、今週はここまででございます。もうここでお時間が来てしまったようです。今日の一週間リゴットは皆さんいかがでしたか。ということで、まあ、うん、そうですね、いつも通りでした。ということで、番組の感想、斉藤しかにやってほしいことや質問、疑問、何でも OK です。ハッシュタグしゅかりごと、もしくは斉藤アンダーバーしゅかアットアベマドット TV までどしどし投稿お待ちしております。何 T シャツカルフォルニア、何あ、T シャツかわいいですね。全然わかんない。そうなんか T シャツを着てるなんか女の子っていいですよねみたいな話になったんだけど、私は女だから、いやそんなのわかんなくないみたいな。でなんかメイクさんにいいですよねみたいな。でもメイクさんは女なのよ。どういう気持ちで聞いたわけよみたいな。顎食いされてますね。え、そうなの。え、これさ自分で声立ってんじゃないの。え、自分で声立てるってこと。え、もう一人いんの。え、どこに。え、違うって、絶対ほら自分で声立てんだって。え、ほんと全然見えないんだけど。そういえば最近顎を蚊に刺されたんだよね。まだ痒いけど。そう思い出した、それで。ということで、それでは本日はここまでです。来週またこの時間にお会いしましょう。斉藤しゅかでした。おやすみなさーい。